All right, ladies and days, here we go once again. This is Bad Finger, part 2. 気の毒なバンド、バッドフィンガーね。名前が良くなかったのかな。気の毒なバンドになっちゃったっていうのは。Anyway, じゃあ、ね、先週は、Straight Up のアルバム、71年のアルバム、Day After Day かけたけど、このアルバムもいくつかいい曲入ってて、この次の曲もいいですよ。Baby Blue by Bad Finger。Guess I got what I deserve. で、アメリカでこの70年代って AM ラジオもあって、FM ラジオもあって、やっぱりかける曲が違ったのね。FM っていうのはそんなポップじゃなくてアルバムトラックかけたいって言ってたから、その時にあのバッドフィンガーのこのアルバムから Name of the Game っていう曲なんだけど、それは FM 曲がいいなと思ってくれてかけてくれたんですよ。でこれはねプロデューサーねハリソンとトド・ランテンで、これもいい曲ですよ。 Name of the Game FM Track Bad Finger。 So the railway masterここでだんだん問題がもっともっとひどくなってきて、アスっていうアルバムを作ったんだ。でこれはねちょっとアップルの最後のアルバムなんだ。でちょっとまあ今までよりはもうちょっとハードロックなんだよ。で自分たちがプロデュースしてて、あの自分たちがプロデュースしてもうちょっと違う方向行こうとしてアスっていうアルバム出したら、アップルから、ね、多分いろいろ問題があって切られちゃったね。それでアップルの最後のアルバムからじゃあ Timeless って曲、これはいいかなと俺思うんだ。 It's Timeless from the album Ass 1973年 The Last Apple Release。 Yes。これもあの アス ってアルバムはなんか良くないから出すか出さないかっていういろんな問題もあったんだ。そして最終的にはリミックスなんかしちゃって直して出したんだけどノープロモーションだったね。でここでバッドフィンガーが73年にレーベル変えるんですよ。その次のレベル行った時に73年に同じ年にバッドフィンガーってアルバム出すの。そしてそれ出した時今度アップルがなんだあいつはあっちのアルバム出したんじゃんってアップルがアスを出しちゃったのね。だから2つアルバム出ちゃうじゃん。そうするとプロモーション難しいんだよ。だから違うレーベルが2つあってどうすんのって感じでね。じゃあここであのバッドフィンガーってアルバム、それは割と評価が低いんだけど、なんかこのアースで自分たちでプロデュースして失敗したって感じで、このバッドフィンガーっていうのはクリス・トーマスっていう人を連れてきて、でクリス・トーマスすごいスーパープロデューサーなんだね。それ作った曲が Song for a Friend from the album Bad Finger 1973。 You had a dream You know you dreamt so muchいやこれね同じ時にねあのレコードを新作がレコード屋さん並んでるとさダメじゃん。あのプロモーションもできないし、で両ともアルバムスタイルが違って、アスはもうちょっとロックでハードで、バッドフィンガーっていうのはまた元のバッドフィンガーみたいな感じでちょっとソフトだったの。でそこでもう一曲あるんだ。 Let's do this, let's call it Shine On from Bad Finger。この彼らがアップル辞めて次入ったレベルではワーナーだったんで、でワーナーが本当このバッドフィンガーっていうバンド名のアルバム出して、やっぱり勢いあったバンドだから売れると思ってやってね、そしたらアップルがまたアスを出しちゃって、もう
ファンはもうどうしていいか分からなくなっちゃって両方売れなくなっちゃったね。それで今度もう一枚作るんだけど、作ってる最中バッドフィンガーのバンドのために口座を作ったって、そこにバンドのお金がたくさん入ったのがある日全部なくなってたの。でマネージメントが持ってっちゃったの。それで彼らもお金なくなって、そしてワーナーももう一枚アルバム作ったのに、それ出す時にもうすごいこの裁判の問題があったから出して7週間くらいしたら回収しちゃったの。全部戻してもらっちゃった。だからレコードが並んだんだけどなくなっちゃった。そして CD もずっと出なくて、あでも CD はあの日本とドイツには出たのね。なんでかというと日本人が歌ってんだ一曲。だけどクリス・トーマスの奥さんじゃないかな、かあのミカさんっていうサディスティックミカバンドのミカがこの中で歌ってんですよ。その曲は No One Knows って曲なんだけど、これはいい曲なんだけどミカさん声入ってる、だから日本で出たかもしれないね、サディスティックミカだから。でももうこれ7週間でもう引き上げられちゃったから聴いてない人ばっかりなんだよね、もう No One Knows っていう曲だけど、いい曲です。これちょっと No One Knows 聴いてみましょう。 Here we go! No One Knows by Bad Finger。 No one knows it, no one knows it, no one knows it。 こんだけじゃないんだよ彼ら。もう一曲このアルバムにいい曲があったんだけど、相変わらずもうレコード屋さん並んでないから誰も聴けなかった。 Meanwhile っていう曲、これも聴きましょう。 It's Bad Finger Meanwhile。 You always play the fool, you always play the rule。 74年、ね、出たアルバムがまた戻されちゃってファンにとっては手に入らなくなって、バッドフィンガーで、これからいろんな形でバッドフィンガーって名前で出てるけど、それは本物じゃなくて、あの74年にこの最後のアルバム出たじゃん、このみんながいる。その時75年にピート・ハムっていうあの曲を書いてる人が、メンバーが自殺しちゃったの、首つって。なぜかというと、もう家族がいて子供いるのにお金が何もなかった。もうこのバンドがこんな成功して、ニルソンやマラー・ケリーがヒットしてるのに彼のところ何もお金入んないんだよね。だから自殺しちゃったの。そして今度83年になったら、もう一人のソングライターのトム・エバンスという人も、あんまりロイヤリティや印税のことでメンバーと揉めて嫌になっちゃって、今でも80何年になってもお金が解決してないんだよ。だから一銭もお金入んなかったの。で彼も首吊っちゃった。だメンバー4人だから2人首吊っちゃったんだよね。すごい気の毒なバンドでした、 Bad Finger。 But こういういい曲を残してくれたから、今になってね Without You の印税が入ればみんなまだ生きてたかもしれないんだよな、残念ながら。 Alright, that's Bad Finger Right here on Lazy Days。 登録お願いします。